明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで今年も始まりましたヤロッサ福井。ところで皆さんは子供の頃お正月にカルタをしませんでしたか？ということで新年最初のヤロッサ福井は競技カルタを福井県カルタ協会福井渚会の皆さんと一緒にご紹介します。百人一首を用いたカルタ競技は古くから多くの人に楽しまれていました。そんな中競技カルタは明治37年に確立されました。記憶力に加え集中力や体力、精神力などあらゆる能力が必要とされることから畳の上の格闘技とも言われる競技カルタ。福井渚会ではどのような活動をされているのでしょうか？福井県カルタ協会福井渚会会長の山崎さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この福井渚会なんですけれどもどのような会なんでしょう？福井渚会はですね、大正10年に先達実という会長がおられまして、その方が渚会を、作っていただいたっていうふうに聞いております。で、戦時中はですねなんかどうもお休みしてたらしくて、その後改めて昭和23年にですね福井県カルタ協会を作り上げたというふうに聞いて今現在受け継いでおります。普段の活動はどんなことをされてるんでしょうか？普段はですね福井県内で、子どもさんのために、県内の大会を開いたり全国大会というのがございますのでそこに選手を、送り出したりという形で、活動しております。まあ、週に3回皆さん来ていただいてそこで試合形式で練習を進めてます。前会長の栗原先生がおられるんですがその方が、この場所も作っていただいて福井県の皆さんが日曜日には嶺南から嶺北からっていう形で、じゃあ会のメンバーとしては、このどのくらいいらっしゃるんですか？そうですね会員数は200人ですね。それはどうなんですか？全国的に見ると、まあ、全国で小さい頃から子どもさんがこうやっているというところではやっぱ福井の方は活躍してるんじゃないかなとは思いますね。そうか、小さい頃からこのカルタに興味を持つ人数は多いっていうことですかね。その競技カルタには階級っていうのはあるんでしょうか？そうですね、A級、 A級、はい、以上 A 級以上は4段以上の分になっております。で次は B 級が、2段3段そして C 級が初段とで D 級は、無段者の部というふうにこう分かれている、将棋のようにこうどんどん上を目指してそうですね、いけるというそうですね、ですね。であとタイトル戦っていうのがありまして、あ、じゃあ本当に将棋みたいな感じですね。そうですね、はい。でタイトル戦が、一番最高峰は名人戦、男性は名人戦、女性はクイーン戦、それから日本選手権っていうのがありまして、あとは選抜大会、1年間の点数制で、出れる大会なんですが、そして女流選手権、女性しか出れない女流選手権というのがございます。そういうタイトル戦もあって、もう皆さんそこを目指して、頑張ってますね。実はですね、うちに名人がいるんです。今日本でトップの、現役名人が、川崎文雄っていう名人がいるんですが、いよいよですね、1月の5日に名人戦が、滋賀県の近江神宮であります。会としてもすごく楽しみですね。そうですね、もうみんなで応援してますね。いや僕も応援したいと思います。 ありがとうございます。ぜひ、名人をそのまま維持してほしいなと思ってます。私なんかもこうできたりしますかね？もう初めて何もわからなくても最初から、できますので、ぜひ皆さん来ていただけたらと思いますね。できますか？もうまず
初心者のクラスっていうのもございますので、はい、そこから順番に、一つずつ、札を覚えるところ、場所を覚えるところ、取り方を覚えるところ、そういった形で、一つ、はい、教えておりますので、ぜひやってみたらいいと思います。今日じゃあ、改めてまずそのルールから教えていただいてもよろしいですかね。はい、ぜひお願いいたします。じゃあ、一つ、基礎の基礎から、はい、教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ではよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。もう本当に最初の最初、基本の基本からお願いいたします。ありがとうございます。はい、では百人衆の取り札、はい、下の句になっております。はいはい、でこちらを、まず100枚をお互いに両手で、混ぜ合わせて、なるほど、はい、バラバラにして、はいはい、でまず、それぞれ25枚取ります。はい、これはどんな風に取ってもいいですか。はい、これはここに、はい、ここにですか。はい、でここで50枚しまいます。はい、で、こちらの札をそれぞれ、並べます。はい、並べる位置は、位置はですね、はい、それぞれ、皆さん、自分の好きな風な並べ方がありますので、はいはい、どんな風に並べても構いません。あ、じゃあ、はい、その札をどこに置かなきゃいけないっていうのは自由だけども、そうです、はい、その置き方はあるんですよね。置き方は、はい、基本福井渚会でやってますのは、はいはい、87センチ以内3段に並べます。3段、はいはいはい、87センチっていうのはどこが87センチなんですか。ですね、この横の方が87センチ、この横ですね。あ、この横ですね。はいはい、基本的にどう並べても、例えばこういうふうに真ん中に並べてもこれでも構いません。これを2段に87センチ以内3段に並べるので、3段でなくても2段に並べても構いません。あ、2段でもいいんです。いいんです。3段以内で、はい、札と札の間っていうのはと、こちらの方は1センチずつ開けますね。あ、ここの間ですね。はい、でこう横の間はここはくっつけてもいいですし、離してもいいですか。離しても構いません。あ、ここは自由。はい、自由です。相手と自分のところのここは3センチなんですね。ここが3センチで、だいたい1センチですね。はい、開けて、で横はその収まってれば、はい、離そうがくっつけようが、はい、構わない。自由です、っていうことですね。はい、で、相手の札を、取ると、相手に1枚送ります。はい、はい、で、自分どこ置いても相手の定位置がございますので、はい、好きなところ並べていただければ結構です。で自分のところが出れば、鳥になります。はい、どっちにしても取った人の方が減っていく、ね、ということですね。はい、でそうしていって最終的に自陣の札が、0に、なれば、勝ちというルールになっております。あ、なるほど。はい、ということは、うん、その100全部読む前に終わっちゃうこともありますね。ことがあるということですよね。はいはい、ああ並べたらその後暗記時間15分というのがありますので、はい、まずはこの出てる札を覚えるんですね。はい、ここに、自分のところは定位置が決まってますから、自分がどの100枚来てもどこに置くっていうの決まってますので。あ、そうか、自分はもう分かってるから、うん、はい、相手はいろんな自分と違う置き方をしているので、それを覚えると。そうですね、その15分の暗記時間というのはとても大事な暗記時間ですね。はい、相当な駆け引きをしてますので、ただ読まれたやつを取ってるわけではない、ではないです。はい、例えば、一字決まりっていう札があって、はい、一音を聞けば取れる札が7枚あるんですね。百人衆の中で7枚、一番上の文字がその札しかないんですね。そうですね、はいはい、それが娘ふさおせっていう札なんですけど、村雨の墨の絵の巡り合いて福からに寂しさにほととぎす背をはやみっていう札なんで、むといえばその札が取れるっていう札はもう1枚しかないですね。で、あーから始まる札が16枚あるわけなんです。え、あーはそんなにあるんですか。そうなんです。はい、百人衆の中で一番多い札はアーから始まる札なんですね。はい、
で、あーの札が15枚読まれてしまえば、最後の1枚のあーは、あの札はあーで取れるんですね。そうか、変わっていくのか。そうな、読み手の方は100枚読みますから、どんどん札の、ね、変化していきますから。じゃあそれも記憶していかなきゃいけないということですね。はい、はい、まあ、多分ここが早いんだろうなって、この配列からいくとここが早いんだろうなっていうのは、確認しながらやってますね。向こうの得意な手も考えるということですね。そうですね、考えますね。はい、ここにこんだけ並べてるっていうことは、ここが得意、ここを取るのが早いんだなとか。だいたい基本っていうか、セオリーがあるんですけど、こんなところにこの札があるはずがないっていうところに札を置いていたりする時もありますので、そういった時は完全にその札を記憶しておきますね。なるほど、はい、はい、よくわかりました、はい、ありがとうございます。体験の前に皆さんの練習を見せてもらいました。うわ、こんなに素早く取るんですね。みんなすごいな。いよいよ競技カルタに挑戦です。こちらの初心者用の札で体験することになりました。雲が暮れにし夜明の月かな、花の色は移りにけりないたずらに。なこそ流れてなお聞こえけれ、墨の絵の岸による波よるさえた。狙ってました。夢の通い路一目よくらん、月見れば知事にものこそ悲しいけれ。今来たばっかりなのに。何しわば大阪山のさねかずら。何にもしてないです。てか何にもできない。からくれないに水くくるとは、秋の田の狩りの世の止まらみ。はい、すごいですよね。はい、そうです、はい、秋の田です。はい、天地天皇で、はい、では、はい、これ百日首の一番最初に覚えるやつなんで。あ、そうですね。すごい子が出てきちゃったよ。初段の人、初段もう終わってよ。いきます。我が衣では梅雨に濡れつつ、山里は冬ぞ寂しさ勝りける。送ってください。ちぎり置きし佐世保が梅雨を命にて、何もできない。村雨の梅雨もまだ昼牧の葉に。狙ってたのに。なんとなくそんな気がした。狙ってたのに取られた。霧立ち昇る秋の夕暮れ、夏の夜はまだ酔いながら明けぬるを。はい、取れた。本当本当、夏の夜なんだ。取れた。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そのやっぱ練習量と記憶力と、ね、反射神経とかいろいろありますよね。はい、見事でした。乾杯です。でも3枚取れました。すごい。ありがとうございます。福井渚会の皆さんに話を聞いてみました。おばあちゃん家とかで、お母さんとかおばちゃんとかとなんか100枚並べたやつをやってたんですけど、なんか
すごいおばあちゃんもみんな取るんですよ。でもそれで全然私取れなくてすごい悔しかったんで、やってみようかなって。え、それがいつ頃？小4くらいです。小学校4年生の時に、はい、え、家族みんなこうそういうカルタをやってたの？いや、なんかこの競技カルタじゃなくて、なんか普通に遊び程度でやってたんですけど、もう悔しくて、あ、でもう競技カルタやってるよと勝てるように。え、小さい頃からやってるの？1年生の冬くらいに始めました。え、小学校1年生で難しくない？ちはやふるとか見て興味持って、ね、さっき見てたら、あの、覚えてる時とか記憶してる時とかずっとこう手でリズムみたいの取ってたんだけど、あれは暗記の覚える時に手を動かしてイメージしながら覚える。あ、でもうまく暗記できる？自陣は暗記できるけど、敵陣まで50枚はちょっと。そうか、とにかく自分のところはまず、はい、どうですか、カルタやってて楽しいところっていうのはどういうところですか？強くなったら勝てるところです。もう勝てるとやっぱり楽しい？楽しいです。始めてどのくらい経つんですか？6年ぐらいです。6年ぐらい、はい、やろうと思ったきっかけは何だったんでしょう？おじいちゃんが教えてくれて、それでなんか面白かったから、公民館とかでやるようになって、で大会でもなんか勝ってたんで楽しかったので、今はもっと練習して、あの、もっと強くなれるようにと思っていっぱい練習して、練習量を多くしています。改めて山崎さんに話を聞いてみたいと思います。いや、今日はいろいろ体験させていただいてありがとうございました。お疲れ様でございました。いや、本当に奥が深くて、もう読まれたのをただ取るだけじゃないっていう精神力もあるし、もちろん体力もありますし、本当集中しないとダメだなっていう。そうですね、やっぱりカルタはやっぱり一番は集中力がとても大事になりますね。あとは体力はね、どうしても必要になってきますので。でもすごかったですよ、バンと取った時のその取り方がですね、はい、福井渚会は攻めがるたなんですね、はい、相手の札を取って、札を1枚ずつ送っていくっていう、で自分の札をなくすというのが、あの、福井渚会の、カルタの方法なので、とても良かったかなと思って。あの、くるんとひっくり返るところなんかは、まさに、あの、いいフォームじゃないと、カルタ取れないので、この音を聞く力っていうのがすごく重要になってくるので、そういったところは、あの、やっぱり読み手とうまく合ってたのかなとは思いますね。ね、読みがやっぱり、いや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 、違います。やっぱり音を聞く力はすごかったかなと思います。まあ、さて、山崎さんとして、まあ、渚会として、これからの目標、あるいはこうカルタに対する思いとかあったら最後に聞かせていただきたいんですが。そうですね、あの、今現名人もおりますので、やっぱり全国で活躍する選手をもうどんどん送り出したいなと思ってます。でもちろん、まあ、名人もまた次の名人、そして今クイーンの方がちょっとしばらくお休みしてるので、ぜひ、あの、女性の方から、日本一、女性の中の日本一を、送り出したいなって思っております。はい、必ずや、あの、ここまあ、10年とは言われませんけれども、それぐらいの力をつける選手を、育てていきたいなと思っています。期待していますので、応援していますので、頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。今回は福井渚会の皆さんと一緒に競技カルタの魅力をご紹介しました。私も実際にやってみて、心技体全てが必要な競技だと感じました。ここにいる皆さんの力がカルタ王国福井を作り上げているんですね。これからの活躍も期待しています。それでは皆さん、これからも競技カルタをやろうさ福井。